いですね。暑いですね。去年もね、はい、昨日来たんだけど、はい、京都も暑かったですね。京都も暑いですね。暑かった、そうですね。OK です。はい、じゃあ、トップバッター、緊張のトップバッターは、田中信之さんですね。彦左衛門でおなじみの方ですね。よろしくお願いします。じゃあ MC は長めで短めで9秒ぐらいでお願いします。あなた喋りすぎるから電柱っていうあの名前でやらせていただいてます。去年に引き続きあのトップバッターの大役を2曲やらせていただくんですけど、あの1曲目はあの僕の運命を変えた曲と言っても過言ではない曲なんですけど、あの中京大学の出身でして、あの高校2年の時にこの曲を聴きまして、中京大学進学を決めました。ガムの愛の影を褒めらせていただきます。あの
としました。譜面のことね、今日譜面がさ長いんですよ。人5枚あるんですよ。めくめく演奏中こうなっちゃうからさ、まあでも初めて見る譜面多いからさ、おおおおってね大変です。鴨本さんこの歌今日初めて聞いたそうです。めちゃぶりをしてしまいました。歌は知ってたけど、この弾くのは初めてだよね。ミュイラはもちろん仲いいんだけど、ミュイラ君とは初めて、うん、書き書きを書いたけど、これね、これは普通ね、こんなもん弾けます、初見で、これだったら本当に、いや、本当にこんなじゃ失礼しました。こんな失敗したら、多分こんなでも弾かないと、多分仕方ありません、プロは。失礼しました。行っちゃった。はい、次の歌はですね、僕的にはフォークというよりもアニソンっていうイメージで言うんですけど、これも仲のいい話です、はい、H2O の思い出がいっぱいっていう歌を4月にここに来て中澤健さんライブされたんですけど、あ、来ました、はい、で多分皆さんサビの部分とか知ってると思うので、もうよかったら一緒に歌ってください。古いアルバムの中に隠れて
がとうございました。